どうですかこの状況を見てみて、皆さん、どういう風うに捉えてますこの状況を。まあ僕は一言で表現するなら、気持ちが悪いですね。気持ちが悪い。まず先にね、この動画、まあ核心に触れる前に、まあ僕の気持ちっていうのは、まあ人間人それぞれですから、僕の気持ちっていうのがあって、僕は、 ジブリは大好きです。うん。三鷹の森ジブリ美術館にも、えー、行きました。おととしかな行きました。ジブリ作品で育ってきました、えー。もののけ姫の劇場版、まあすごい人気がありましたね、当時ね、放送って。その時、お母ちゃんに連れてかれて2、3回は見に行きましたね、あの時から。もう喫水のアニメっ子ですから、アニメっ子っていうか僕の世代でアニメ嫌いな人間っていないんですから、 で、千と千尋の神隠し、満を辞して迎えた千と千尋も、まあ劇場版でもちろん見て、えー、VHS、当時はもうビデオですからね、ビデオを巻き戻して,て再生するようなビデオを、まあ買って、うん、見てましたね、うん。グリーンコープでも売ってました。うん、うちの家田舎だったんでグリーンコープ、あの、チラシで注文する方式でなんか食い物とか頼んでましたけど、グリーンコープにですら千と千尋の神隠しの VHS が売られてたぐらい、 ま、どこでも売られてたんでね、当時 <laughs>。だから、それを買って見てました、なんかに。うん。ほうほけ隣の山田くんも劇場版で見ました。うん。喫水のほんとジブリっ子です、僕は。うん。で、ジブリが大好きで、うん。が育ってきて、僕はまず、もう一つ言っておくと、鬼滅の刃のアンチでもあります。うん。鬼滅の刃のアンチでもあります。僕は、あのー、どういうアニメが、 アンチイズム持つかっていうと、やっぱり子供の目線に合わせた作品っていうのを僕は、うん、あまりいいものだと思ってない。うん。まあジブリと対照的な作品だと思ってます。鬼滅の刃っていうのはあ。大人の世界を子供が覗き込むんじゃなくて、子供の目線をなんか親が寄り添って見るみたいな。まあ現代子育てのなんか象徴のような作品になってると思ってるので、僕は、 あの、鬼滅の刃についてアンチーズも思ってる。うん、ただ、えー、鬼滅の刃の劇場版、無限列車編に関しては、えー、いいものだと僕は思ってますよ。で、その映画で、えー、公開初日に動画出して、うん、僕は、これ、鬼滅の刃の無限列車編、おそらくだけど、まあ、ほぼほぼ、千と千尋の神隠し、えそれに迫る、追い、追い越す、そのぐらいの、 工業収入行くんじゃないのかなっていう話したんですよね。そしたら、バカな楽観的な鬼滅のアンチ。うん。僕は一番嫌いなのは楽観視してる鬼滅のアンチが僕は一番嫌いですからね。楽観視してる鬼滅のアンチが、そんなもん行くわけねえよって。鬼滅の刃ごときが、千と千尋の神隠し、天下のジブリに迫るわけがない。ましてや追い越すわけがないみたいなコメントがついてたんですよね。うん。バカだなぁって思いましたね。 それは鬼滅の刃をなめすぎ。うん。なめすぎです、鬼滅の刃を。リスペクトを持った上でのアンチリズム。うん。これが、やっぱり鬼滅の刃をアンチにかけてる配慮だと思ってますね、僕は。で、ここで、えー、もう今ご覧になっている通り、もう皆さん、ヤフーニュース、LINE ニュース、Twitter で、様々な SNS ボ体イで、えー、もうご覧になっている通り、もう100%。うん。日本沈没でもしない限りは100%、 鬼滅の刃工業収入300億円を超えて、えー、歴代、日本アニメ映画じゃないですよ。日本映画の工業収入ナンバーワンだった、千と千尋の神隠しを、もう100%、99.9%、もう抜きます。工業収入第1位になります。日本映画の第1位が、日本の象徴の映画の第1位が、鬼滅の刃無限列車編になります。 2021年にはもうそうなってます。そういう世界線になってます。うん。で、まだ、えー、なんでしょうね。認めたがらないアンチもいれば、えー、鬼滅の刃のいい部分とか、評価するべき部分を、えー、言わずに、ただただ煉獄さんを1位にしたい。うん。だけで、えー、鬼滅の刃を1位にすることを誇らしく思ってる鬼滅ファンのみんなに言いたいんですけど、うん。 なんか、工業収入を1位を取るっていうこと、工業収入じゃあ300億あるっていうことは、何の誇りになるんですか、これが。うん。すごい様々なマスメディアがめちゃめちゃ煽りに煽り散らしてますけど、僕は工業収入第1位を取ること、300億いくこと、すごいことですよ。それは対象に認められてすごいことで、日本の象徴だと思ってますけど、それが面白さに直結するとは全く思ってません。うん、マスメディア煽り散らしてます、今。 鬼滅の刃が300億に行く、それについて複雑なジブリファンの心境みたいな。もうこれ街頭インタビューか、もう熱造記事かわかんないですけど、そういう記事をあげたりとか。もう一番気持ち悪かったのはあれですね。うん。鬼滅の刃、えー、こんだけ人気ですけど、どうですか宮崎駿監督みたいな。インタビュー記事。インタビューってか突撃インタビューですよね。朝、えー、ジブリのね、スタジオの前を掃除してた宮崎駿監督。 今だってもう新しい作品も監督やるんで、多分動いてるね。そんなことなんか考えてもないでしょうし、監督は。そこに宮崎駿監督に突撃インタビューして、とあるバカな記者が、えー、鬼滅の刃人気ですけどどうですかみたいな。うん。で、もちろん監督はそんなの見てないから、うん、見てないから、ああ、知らないね、そんな。まあまあ世間の、ね、好きなように知らないんじゃないみたいな感じで、まあさらっと受け流してましたけど、失礼極まりないし、もうこの流れが気持ち悪くて仕方ないなと思ってる。 反鬼滅の刃と、えー、鬼滅の刃のファンでいがみ合わせてビューを稼ぐ。この日本のメディアが気持ち悪くて仕方ない。アニメ本来のいい部分に触れてない。えー、そして、花江さんには流れ玉を浴びせで天狗だと。えー、出演キャストには天狗だと呼ばれる始末。うん。天狗だと言わせる始末。うん。もう気持ち悪いですね。うん。 別に、鬼滅の刃が工業収入1位になったとしても、鬼滅の刃がジブリより、例えば、まあ、行かなかったとしても仮に行かなくて第2位になったとしても、別に、ジブリ史上一番面白い作品が千と千尋の神隠しではないですし、ないっていう意見が多分ほとんど多いと思いますし、あの、鬼滅の刃を作ってる UFO テーブル、並びに鬼滅の刃作った少年、週刊少年ジャンプの中で、鬼滅の刃が一番面白いっていう人の方も、やっぱり多くないと思ってます、僕は。 うん。うん。で、もうなんならもうちょっと深掘りするなら、歴代工業収入3位の君の名はに関しても、君の名はが新海誠作品で一番面白い素晴らしい作品なのかっていう人は、多分少数派だと僕は思ってます。多分そういう風に見てます。アニメ好きの意見としては。うん。周りのアニメ好きの意見を聞いてもやっぱり。うん。だから、何を持って誇りなのか。うん。っていうところを、 わかってほしいんですよ。鬼滅の刃のアンチをしてる人も。うん。あのー、まず、ジブリ作品っていうのもそもそも、その300億とか、まあ、もののけ姫からばーんって行きましたけど、あのー、その最初から好調だったわけじゃなくて、最初は、直し方とかも出てますけど、今の新アニメの劇場版また変わらない興行収入ぐらいなんですよ。まあ、もちろん劇場関数も違うし、 映画をアニ、アニメ映画を見るっていう、そういう文化だってまだまだ根付いてないと思うんですよね、当時からしたら、はっきり言って。もう、32年前ぐらいですからね、それって。うん、で、そこから、本当に実力として面白い口コミだとかでいろいろ広がってって、評価で広がってって、そこからいろんな大きな会社、提供会社、えー、配給会社があって、うん、そこからもう全国区になったわけですよね。うん。だから、千と千尋の神隠しが、まあ、 ゴールであって、ゴールの時って一番スピード出てるわけじゃないじゃないですか。うん。一番スピード出てて面白かった時ってやっぱりその上がっていく時であり、まあ、UFO テーブルだってそうですよ。鬼滅の刃作って UFO テーブルだってそうですし、あの、週刊少年ジャンプ作品だってそうですし、いろんなところで週刊少年ジャンプってその空気があるじゃないですか。うん。だから別に、鬼滅の刃が1位を取ってるわけでもないし、千と千尋の神隠しが、 現状の一位っていうわけでもないんですよ。うん。それをちゃんと思ってほしいし。うん。ただただ稼いだ、一番稼いだ映画が面白いっていう映画には直結しないです。うん。ブルーハーツの河本博人さんの名言でえ、世界で一番売れてるものが一番美味しいもんなら、それはカップラーメンだっていう言葉があるんですよ。うん。それはやっぱり大衆に広まって、大衆に手の取りやすくなった、 え、状態だから、やっぱこういう風に評価されてるわけ。もともと本質が良ければそこまで行ってないけどね。うん、だからここまで、なんか、どっちが1位だ、どっちが2位だとか、しのぎを削る必要もないし、うん、別にいいんじゃないですかこのトップ3で。新海誠作品だって、えー、なんだよ。新海さんだってもともとエロゲのオープニング作って、えー、めちゃめちゃ人気が出て、 ま、ちま、すごい話題になって、そこから、ま、個人で一人で作品作ったりとかして、そこから、徐々に徐々に徐々に本当に、オタクの中で串コミが広がって、もうなんかオタクが、ね、オタクが知る人と知るみたいな監督さんだったから、そこから、あのー、まあ、東方系列でバーって映画劇場版して人気はバーって出て、うん、これ、これも誇りだし、オタクの誇りでもあるし、で、第2位の、第二になるジブリの、千と千尋だって、 もう、ジブリ作品だってもう、これは誇りですよ。もう、日本アニメーションの誇りだし、金曜ロードショーずっと見てるし、うん。多分、これほどやっぱ、君の名はとか、鬼滅の刃が20年、30年経っても今、金曜ロードショー流れてる未来なんて絶対ないと思うし、これはもう、日本人のアニメですから、やっぱり、ジブリってそ。そんな絶対できないと思うし、他作品に。うん。鬼滅の刃だって、 週刊少年ジャンプはここまでずっとやってきた。うん。ドラゴンボールがもし今の時代やってたら、ドラゴンボールが劇場版してたらこのぐらい人気出たかもしれないし。ドラゴンボール世代はドラゴンボールだと思って鬼滅の刃をね、あの、見てあげたらいい。孫のように見てあげたらいいと思いますし。うん。何も僕は、鬼滅の刃が1位を取ることに関しては不満はないんですけど。うん、週刊少年ジャンプって日本の誇りでしょうん。ジブリも日本の誇りでしょ エロゲとかオタク文化とかそういうのも日本の誇りでしょうん。素晴らしい日本映画工業収入トップ3じゃないですか文句なしです。私の中では文句なし。だと思ってます。まあ、あの、おそらく年末年明け2021年からはもう、鬼滅の刃がもう工業第1位になるでしょうしね。うん。まあそれを見をもって、 新しいアニメを見たいなと思います。うん。まあ僕は鬼滅の刃、無限列車編面白かったとは思ってますが、別に、えー、僕の中での、えー、日本アニメの、えー、アニメ映画の歴代1位は、僕の中での1位はこの世界の片隅に。これは変わりはありませんので、えー、僕はこの世界の片隅にが本当に面白いアニメ映画だと思ってます。以上です。